定義は一般にコミュニケーションを円滑に行うためにある言葉の正確な意味や用法について人々の間で共通認識を抱くために行われる作業を一般的にそれは〇〇とはであるという言い換えの形で行われる基本的に定義が決められる場合は一つであるこれは複数の場合矛盾が生じるからであるただし例外もある例、電子掲示板用語の キャップ、CD ソフトにつく帯のキャップなど、定義とは何かということへの関心は、ソクラテスやアリストテレスといった古代ギリシャの哲学者たちの議論の中にすでに見られる。しかし、そこから2000年以上を経た現在においても、この議論は未だに継続しており、定義とは何なのかという問題についてそれほどはっきりした結論は出ていない。 歴史的にこのテーマは主に哲学の領域で、20世紀以降であれば、とりわけ分析哲学や言語哲学と呼ばれるような領域、そしてまた、数学の一分野である数理論理学と呼ばれる分野を中心に議論が行われてきた。そして20世紀後半からは認知科学といった、より実証的性格の強い分野で、定義についての議論をされることが増えている。 自然科学における定義は、通常、自然言語を用いて表される。対して、社会科学における定義は、最近類と種差しの相対という形式をとることが多い。青春によって考案された訳語の一つである。いくつかの事物を、ある視点で一くくりにしたとき、それら事物は階層化されたことになる。このとき上位の階層を、類、階の階層を種という。 類は種の集まりであり、種は類の構成要素である。複数の類を構成要素とする上位の類を考えることもできる。この時回の類は上位の類にとっての種である。例えば、虎であれば、動物界赤作動物門哺乳口からネコネコ、猫目猫科、標俗虎という分類系列の中にあり、学名をパンセラティグリスという。 ここでは、パンセラがタグイであり、分類学上の属、ティグリスが種であり、分類学上の種である。また、ネコ科をタグイと見るなら、ネコ属やピューマ属、チーター属などと共に、共属は、その一種ということになる。さらには、一層大きく地球上の、全生物をタグイと見る場合は、動物、菌類、植物、原生生物が属する深刻生物ドメインのほか、 細菌ドメイン、古細菌ドメインが、その一種として挙げられる。最も厳密な定義のためには、対象を種として含む類及び、対象を、他の種から区別する特徴を述べればよい。前者を細菌類、後者を種差しという。この形式の起源はアリストテレスに遡る。定義において、種差しが明示されない場合がある。種差しを明示しないことには、それが不要である場合。 および、不可能である場合がある。後者については、定義する対象の本質である場合と定義を行う、ものの知識、能力の問題である場合がある。類は極度に広いと、存在、物、何かなどの語を使わざるを得ないことになる。しかし最近類を探し当てることができない結果、この表現に至ることも多い。和であるという文について、外縁と内法ある。 概念等について、それに含まれるすべてを列挙したようなものを、外縁。それらすべてが共通して持ち、それに含まれないものは持たないような属性を、示したようなものを、内法という。ここでは集合の例で説明する。なお、集合の場合は、外縁性の売により両者は同じものとするが、哲学では、外縁と内法がどういったものであるかについては、議論がある。 定義の表現の多様性上記の形式に還元できることを条件に多様な表現が可能である。日本語のオープンアクセス文献。ありがとうございます。